Ladies and gentlemen, let's take off with jury. Here is Mr. Kenji Sawada on stage right on. いたしました、今日は本当にようこそ僕たちのステージを見に来てくださいまして本当にありがとうございます。本日は、味の素さんと明星さんのご好意により、今日のこのステージできるということで、久々に土浦の方へやってまいりました。本当に今日は、暑い一日でございましてね、まあ、そんな中こんなに大勢の皆さんにこの爽やかな場所へお越しくださいました、本当にありがとうございます。僕たちも頑張って、最後までお届けしたいと思います。演奏はおなじみの井上貴之バンドです。というわけでございまして、それでは早速、次なる曲をお届けしたいと思います。すっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れたピアノで思い出の歌、片手で聞いてため息ついた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら落ちてゆく。
冷たい体合わせる。傷なら治せるけれど、心の痛では癒せはしない。小指に食い込む指輪を見つめ、あなたは昔を思って泣いた。時の男と女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう。女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう。のね、いろんな話聞いてみましょう。こちらの方の土浦の名物というとね、やはりあの霞ヶ浦で取れるあのお魚が美味しいんだそうですよ。ははは。でジュリーは京都育ちで、あの海がないですよね。琵琶湖。あ、琵琶湖で泳げますね。琵琶湖でね、うん、あのちっちゃい頃はね、はい、琵琶湖このあの解釈してでしょ、この向こうはアメリカなんやと思いましたね。可愛いわね、本当に、何にも知らなかったですね。1年ぶりの今日がとってもいいお天気に恵まれましたけれども、先ほどお話を伺っていましたら、ファンの皆様全国ご招致ということで、ちょうどこの今日のステージが全国に放送になります。6月の25日が、ジュリーの30回目のバースデーということでね、はい、そう、それじゃあね、今日は素敵なステージでね、あのジュリーの歌ばっかり楽しんでいて、今度はお返しということで、ファンのみんなであのハッピーバースデートゥーユー、あの歌、あれ歌いませんかね。井上さんのところやっていただくのかしらね。はい、それじゃあ最初からいきましょう。はい、ちょっとないでしょ、客席からこうやってみんなで歌ってもらってね、ありがとうございます。なかなかいい気分です。さあ、このメンバーでもって間もなくガムへ合宿ですね、ジュリーは。そうですね、はい、はい、で、昨年もそうでしたけども、この合宿というのが何のための合宿かといえば、ご存知、沢田研二全国縦断ロックンツアー78ということでもって、この夏、沖縄の7月28日が皮切りなんです。そうです。で、ぐるっと回ってドンと打ち上げはいつのどこですか。8月31日の東京の田園コロシアム。はい、今年のそのロックンツアー78ではどういうことを目玉にやろうかなと思ってますか。そうですね、はい、とにかくね、あのここのところちょっとあの脅かしとかね、はい、豪華セットとかね、うん、そういうのが多かったから、うん、いわゆるあの本来のコンサートの姿に戻って、で客席の皆さんと一緒に楽しめるような気楽なステージを、はい、やりたいなと思います。あ、なるほど、はい、今日のワンマンショーもう歌っていけばですね、限りなく彼はたくさん素敵な歌を持っていますけども、味の素ミュージックプラザ明星ヤングソングスペシャル土
浦市民会館からお送りしております澤田研二ワンマンショー後半はそんなビッグヒットがずらりと並んでもちろんただいま爆心中のあのダーリングも聞かせてもらいます。それでは後半のオープニング澤田研二まずは当然この曲勝手に仕上がれ。ありがとう、ジェニー。お前はいい女だった。半端なワインより酔わせてくれたよ。だけどジェニー、あわよジェニー。俺は行かなくちゃいけないんだよ。
眠れぬこともあるんだよ。片手にピストル、心に花束、唇に火の酒、背中に人生を。ありがとう、ジェニー。お前はいい女だった。お前と暮らすのが幸せだろうな。だけどジェニー、あばよ、それが男にはできないのだよ。部屋から出たなら冷たい木枯らし、お前体のぬくもりが消えてゆく。男はさらに幸せに照れてることもあるんだよ。片手にピストル、心に花束、唇に火の酒、背中に人生を。さあ、それでは今年夏の一番のヒットに、もうすでに一等賞にはなりましたけど、また下がってしまいました。またまた帰り咲き、2枚越し、3枚越しでいってみたいと思います。ダーリング、秋が来ても
せてくれ、キスを交わしてくれ、温かい涙分けてくれ、その声で熱く囁いてくれ。全てが分かったと言ってくれ、世界中に発表してくれ。あなたが欲しい、あなたが欲しい、あなたが欲しい。誰が誰が誰、僕にはもうあなたしかない。本当に素晴らしかったですね。お聞きのように今週の味の素ミュージックプラザ明星ヤングソングスペシャルは、去る6月の17日土浦市民会館で行われました澤田研二さんのワンマンショーの模様をお伝えしました。